あいつ見てんだ。BTU アニメラボ。よいしょ。はい、裏の山下です。小林弘樹です。松井です。バタモンカエです。お願いします。お願いします。はい、今回は艦隊コレクション第7話、これね。はい。こちらを特撮もあるんですけども、今回は面白かったです。もう純粋に面白かった。あ、じゃあ前回がね、すごいギャグ。前回すごいギャグだったんですか。今回は正統派な、なんだろうね、もうバトル展開で良かった。あらららら。まずいきなり、なんか、あの、加賀さんと、まあ、瑞鶴さんがまた喧嘩してて、戦闘中に、うん、で加賀さんと瑞鶴さんがどっちを表現化するみたいなことを揉めてるんですよ、うん、そしたら吹雪ちゃんが空母がその前に出て危ないじゃないのって言ってる瞬間に瑞鶴さんが魚雷でバーッと狙われて加賀さんがボワッて割り込んできて助けるんですね、うん、その代わりに加賀さん大破しちゃうんですよ。大破、そう、あの仲悪い2人がお互い変わって大破してしまう。大破、大破、大破でした。そっか。で、服破けんの？服破けましたね、ちょっとだけ、まあ、ちょっとだけですね、ちょっとだけ破けました。で、瑞鶴さんで、もう加賀さん大破しちゃったから帰ろうって帰ってくんですよ。で、みんながどうしたの、危ない、なんか大変だって。でもまあ、バケツがあれば修復できるから、うん、バケツ耐えてもらうんですよ、うん、高速修復剤があれば修復できるから大丈夫って言ったら、うん、なんか偉い人たちが現れて、長門さんたちが現れて、高速修復剤今ないんで無理ですって言って、うん、無理なんだけど明日出撃作戦があなたたちにあるんでどうしましょうって言って、うん、瑞鶴さんの妹、お姉さんである松鶴さんを連れてきて、その人を言えるかどうしようかちょっと考えましょうみたいな話になるんで、うん、そしたらね、加賀さんが私が不注意のせいでこんなことになってしまって申し訳ございませんって言ったら謝るんですよ、うん、でも瑞鶴さんは自分が不注意で魚雷を食らいそうになって、このままだと強沈してたんだけども、強沈って言った瞬間に意味を正しましたね、あなた強沈してたんだけど、加賀さんが頑張ってくれたおかげで助かったみたいな話して、はい、助かった。で、すげえ複雑なわけですよ、瑞鶴さんもいつも喧嘩してる相手に助けられたって、うんうん、でも強沈しちゃうところだったんだもんね。そう、本当にあのままと強沈してたって 100%、ね、強沈しちゃったらね、うん、で、そこでまあみんなまあモヤモヤするわけですよ。吹雪ちゃんは自分が帰還でなんかうまくいかなかったせいで、うん、まあ、みんなに迷惑をかけてしまったみたいな感じで、うん、まあ、瑞鶴さんは加賀さんのせいで加賀さんに迷惑をかけてしまったって、で加賀さん加賀さんでこんな大事な時に私はなんか大破してしまって大変だなみたいな、うん、で、松鶴さんはなんかその急増で、まあ、急チームに参加することになってどうするのかなみたいな感じになってるわけですね。でもとりあえずそれで行きましょうって、うん、吹雪ちゃんに、まあ、指令が命令を下しまして出撃しますと、うん、で、まあ、5人で行くわけなんですけど、吹雪ちゃんがいきなり索敵機を飛ばしてくださいって言うわけですね。そう、なんかいきなり出撃して早々に、うん、松鶴さんはこんな時に索敵機なんか飛ばすの早くすぎないって言ったら、うん、みんなでも吹雪ちゃんの言うことを信じてるんですよ、うん、で、吹雪ちゃんは大丈夫、ちゃんと機関やってるからって、私たちはみんな吹雪ちゃんの頑張り分かってる、吹雪ちゃんのことを機関として尊敬してますからみたいなこと言って、松鶴さんはあ、これはいいチームだなみたいな感じになって、じゃあ索敵しましょうみたいな感じになって索敵飛ばしたら、なんともう早々に敵の艦隊を見つけるわけですね。で、吹雪ちゃん実は提督にどうやら自分たち の通信がバレてるらしい敵に、だからちょっと気をつけなきゃいけないってことを情報を知れてるわけですね、うん、でも先に見つけられたから、もう瑞鶴さん、松鶴さんの2人が戦闘機飛ばして敵を先にやっつけました。で、まあ、これでよかったね、危険が回避できたねっつって、じゃあ危険回避できたんで空母の2人は先に行っててくださいって、私たちはこのなんか敵を後始末をしてから追いかけていきますからって言って行くわけです。で、まあ、空母の2人がこうなんか楽勝モードでずっと行ったら、なぜと空母の2人にさらなる待ち伏せが待ってるわけですね。もしかして、うん、そう、大丈夫、待ち伏せされちゃったり、待ち伏せされてやってて、うん、でどうなっちゃうの、これがね、うん、待ち伏せしている敵がさらに強い敵で、うん、実はそこまで見抜いていて、うん、さらに強い敵を裏に配置しているって二段階の戦闘だったわけですね。それで空母の2人は、まあ、遠くに飛ばして攻撃することはできるんですけど、直接殴り合いできないからもうボコボコになって、うん、もう松鶴さんがあわや強沈と、うん、あー強沈じゃん、なんで喜んでね、もうズタボロになってしまう、あわやね、あわや強沈ですよ、もう大変だ。で、もう松鶴さんは私のことは見捨てて、私のことを男にして逃げなさいって瑞鶴に言うわけですよ、うん、だけど瑞鶴さんはそれはできないっつって、2人で逃げようっつって、スコールが、ね、たまたま遠くの方にあったから、あそこに逃げ込もうっつって、うん、スコールの中危ないけれども、で、私たち空母だからスコールの中だと戦闘機飛ばせないから攻撃できなくなっちゃうけど、うん、一瞬の隙があるかもしれないって、私はその一瞬の隙を信じるみたいな、加賀さんがその一瞬の隙を信じるって言ってて助けてくれたんですけど、その言葉をその思い出してそこにかけるっつって、スコールにパッと取り込んでいくわけですね、うん、そしたら吹雪ちゃんが、その別動隊の吹雪ちゃんが、あれ、もしかしてこれ、もしかしてやばいんじゃないのって気がつくわけですよ。こんなに簡単なわけはないって
今更ながら気がつきましてやばいからこれは早く行かなきゃいけないってバーッと行くわけですよ、うん、でスコールの中バーッと行ってスコールが切れ間になってこないスコールの向こうまでたどり着いたら艦載機を飛ばせるからそれで反撃ができるって言った瞬間に向こう側に敵がいるんですね、まあ、さっきの時は回り込んでるわけですよ。でこれはやばいなってここでもう死んでしまうわって、うん、でももう一死でも報いようつってスコールを切れた瞬間に敵に攻撃をする準備をしているわけなんですけども、そこにあの味方の戦闘機がバッて来てくれて一瞬の隙を作ってくれるわけですよ。それなんとか敵にバーンと攻撃をしたところに吹雪ちゃんが雑草とバッと駆けつけまして、うん、敵をバーンとやっつけまして、はい、まあご都合主義的なタイミングでやっつけましてで、まあ、丸く敵の追い払いまして、うん、目出しと、はい、吹雪ちゃんのうっかりのせいで松鶴さんがごちんしそうになりましたけども、うん、なんとかなりましたと、うん、はい、という回でございました。戦闘機好きには熱い感じの、うん、はい、そうですね。駆け足だって説明しちゃったからあれなんですけども、うん、今回は描写が今までの回の中で一番良かった。いや、そう聞いててもすごい盛り上がりがあって、もう強鎮するかしないかのね、もうやりてるかも。なんだったら先発隊のなんか本作戦に行ってる感があるんですけど、うん、そこはもう大破しちゃってて、まあ、愛は強鎮になってるんですね。あー大変だなゲームの中でこう妄想してた内容がやっとアニメでこう見えました。あー、確かにね。ゲームの戦闘はかなり妄想で保管するじゃないですか。そうそうそう。あ、じゃあ戦闘シーンをあんまりやっとちゃんとしっかりした、うん、そうそうだね。あれはシミュレーションゲームなんで戦闘シーンはそこまでガッツリやらないんですよ、うん、でももう高速戦闘とかちゃんと艦載機飛ばして索敵してみたいなとかちゃんと描写されてて、確かに今回聞いててすごい戦略的な話でしたね、うん、あとあの通信がどうこうっていうのは実際の歴史の話でもあって、うん、要は向こうに、まあ、実際にバレてて大損が起こしたわけですよ、うん、それをあらかじめ回避することができたっていう意味ではちょっと歴史を覆す回になるかというふうに、いい回でしたね。あと加賀さんと瑞鶴さんが実は仲良くなったってことが分かったのが良かった、うん、まあ一番のね、よく一番の良かった、はい、っていうね、いろいろいい回でした。で来週は大和さんがついに出てくるという感じのタイトルでして、なるほど、そこはね、すごい注目していきたいところですね、うん、はい、以上、裏じゃ山下でした。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。お願いします。